これですね。はい、ちょっと早速見てみましょう。当たってた、当たってた。200円。200円当たってた。もう一つ当たってた。何が？左側。唐津城。うんうん、そう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 。ここのところに、ね、駐車場があるんだ。駐車場ここ？ここだね。キャンピングカーは大型車となりますって書かれてるよ。超嫌なんだけど。超嫌なんだけど。はい、キャンピングカーは大型車の扱いになり1時間400円となりますので、コインパーキング最大料金24時間400円の方に止めます。はい、ということで440円ですね。高さ大丈夫ですね。 OK。 さあさあ、お城の駐車場に止めようと思って。高かったね。思っていたらちょっと時間高いよということでね、今ね予定を急遽変更してこちらのタイムスに止めてますが、ね、おかげさまでねちょっと時間がねちょっと慌ててフェリー乗り場に行きたいと思います。結構ね平日だけどお客さんいるね。どうやって買うんだろう。これフェリーの運賃。はい、片道切符ゲットです。からだから宝島だって。ニュー高島号ですね。はい、ね、乗りまして、フェリー乗ったんですけど、うん、いい香りがしてます。むっちゃんが好きなね、ディーゼルスミルです。いよいよ出発です。はい、この独特の振動がいいよね。ね、うん、さあ、唐津城後ろに出発です。おう、これはもしかしたら足跡をたどっていくと神社に行けるのかしら。おー、そうかもしれない。面白い、ね、どん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 向こうに、なんとか全然違うところ違うところマジかさあ、神社の方に行く道で、あ、宝くじ売ってるんだ。いやでもこれ島民その生活にめちゃくちゃ密着してるよね。ねえ、猫がいっぱいいるって聞いてるんだけど、うん、猫見ないね。そうだね、足跡しかまだ見てないね。あ、まだちゃんと足跡があります。続いてる足跡。うん、足跡がありますな。うわ、ここですね。さあ、じゃあ行ってみましょう。宝刀神社。はい、ありがとう。ここが裏参道で、へえ。お、なんだっけ、うちのほっこら。あ、そうそう、ほっこら。はい、勝利をつかむお守りをゲットしました。こちらで頑張っていきましょう。はい、はい、すごいね、まだまだ足跡が続いてる。ほんとだ、色がさ、うん、白から黄色に変わったね、
塩屋神社。結構入り組んでるね。本当だね。なんかいいね、こういう島って初めてだけど味があるね。それなりに大きそうだよね、ここ。あそこだ。ん？あそこ？ほんと、こんな感じで開けて入ります。はーい、よいしょ。こっちか。よし、塩屋神社さんですね。よいしょ。よいしょ。ほんと閉めて、よし。あとむちゃ15分しかないから、15分しかないから、15分しかないから、はい、はい、あと残り15分しかないから、船が出るまで。あとなんかお土産とか見たいのでね、とてもバタバタしてます。バタバタで始まった日はその日一元日、その日一元日バタバタなんですわね。ちょっと確かにそうだよね今のは普通に転んだいいね。どこだすげえな。すごいね。乗ってますね。乗っとるね。乗りに乗ってる感じだね。あ、ほら、ここにもいたんだ。ここにもいるんだね。よいしょ。こんにちは。それではこれにしてみます。はい、ありがとうございます。はい、はい、やっと目的を達成してちょっと安心しているガチャンです。よかったね、時間に収まってギリギリママお参りしてお土産買って、はい、うん、もしくはお土産買ってから、あの宝くじ当たるっていう袋、そう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 、持ってお参りして船に乗るで、まあ余裕ですね。余裕ではない。ちょっとやばい、ちょっとバタバタした。はい。その日一元日、その日一元日。というところで行ってきました。はい。はい。シールの色の意味にはこういう意味があったんだ。さあ、いよいよ開封の儀ですね。じゃじゃん、これですね。はい、ちょっと番号を見てみましょう。調べてみようと思います。じゃあ22,200円ぐらい当たってるかな。なんでその日、当たってた、当たってた。200円当たってた。うん、もう一つ当たってた。何が200円が5等なのね。はい、4等が当たってた。500円ぐらい、2,000円なので、2,000円買って、2,200円。2万円どこ行った？え？勘弁してください。今度ね、少しでも売り役あったみたいな感じですね。プラス200円。プラス200円。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。